背が高くなりたいぞ。3、2、1、どうぞ。奈良子お姉さんだ。オラは誰でしょう。そのセクシーな声はしんちゃん。やっぱり背は高い方がいいわよね。そうね、背が高いとかっこいいものね。だよね。背が高いとかっこいいものね。背が高いとかっこいい。じゃあね。背が高いとかっこいい。かっこいい。かっこいい。ななこほら、背が高い人になる。お？ん？どうしたの？ううん、気のせいみたい。でもさっきの話、劇団に入ってる後輩が背の高い人を必死に探してたから見つかってよかったわ。ミュージカル巨人国の大巨人。ほんとね、主役は背が高くなかったらかっこよくないものね。母ちゃん、おかえり。ただいまでしょ。ねえ、背が高くなるにはどうしたらいいの。どうしたの急に。大丈夫よ、大人になれば高くなれるわ。そういうんじゃなくって、すぐに高くなりたいの。そうね、牛乳をたくさん飲むといいって言うけど実際はどうなんだろう。ああ、牛乳は牛の乳、ヒロシはオラの乳。ああ、牛乳切らしてるんだった。えちょっとミサイさん、そこに座りなさい。な、何？いいですか、子供にとって何より大事な牛乳を切らすとはどういうことですか。はい。まったく主婦失格ですよ。あんた普段牛乳そんなに飲まないくせに。ミルクちょうだい。もういいじゃない。妹のミルク奪おうとすんな。だってならママのおっぱいあげようか。そんなペチャパイやだ。グラビアのお姉さんのおっぱいがいい。悪かったわね、このおっぱいで大きくなったくせに。ねえ、他になんか背が伸びる方法ないの。そうね、高いところから飛び降りる夢を見ると背が伸びる。本当か。他にはバフンを踏むと背が高くなるって。なんじゃそりゃ。バフンバフン。バフンって何。お馬さんのうんち。ほら、バフン踏みたい。どこにあるの。北海道の牧場とか。じゃあ北海道に連れてって。無茶言わないの。そもそもなんで背を伸ばしたいと思ったの。それは奈良子お兄さんが背が高い人がいいって。なるほど。背を伸ばすにはね、好き嫌いせずご飯をしっかり食べればいいの。嘘だ、オラ好き嫌いないのに大きくならないじゃないか。ピーマンいつも残しとるだろうが。人参だって。心配ないわよ、しんちゃんも大人になれば。今すぐ背が高くなりたいの。いいもん、母ちゃんにはもう頼らない。はいはい、勝手にしなさい。今日から新コーナーが始まるよ。アクション仮面。アクション仮面のアクション人生相談。最初の相談は何かな。どうしたら強くなれますか。そうだな、日々剣を磨き足を鍛えて必殺技を磨くことだな。ふむふむ。次の相談は、背を高くするにはどうしたらいいですか。イメージトレーニングが大事だ。背が高くなった自分を思い描いてみてくれ。これだ。よし、イメージトレーニングをするぞ。背が高くなった自分、背が高くなった自分。あ
っち向いて。ナナコ、愛してるよ。よし、ナナコ、君のハートにアタック。こら、ボールを離せ。まったく気の利かない木だな。やっぱり背が高くないと人生は厳しいのか。長い棒かなんかないかな。これが大人の高さか。覚悟しろ、気の利かない君。またが高くなるって危険かも。ただいま。おかえりなさい。あ、ゴロ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 。何やってんだ。ゴロゴロ、ほら背を伸ばしてるな。ゴロゴロ。背を伸ばしてる。うん、うどん伸ばすのを見て思いついた体操。ゴロ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 、ゴロ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 。よし、かなり背は伸びたはず。誰だ。そのセクシーで背が高そうな声はしんちゃん。その通りだよ、ナナコ。しんのすけさん、素敵。ねえねえ見て、さっき撮ったの。わあ、かわいい。やっぱり小さい子大好き。小さければ小さいほど好きかな。かわいい。どうしたの。気のせいみたい。ねえねえ、こっちの子もかわいいよ。ほんと、小さくてかわいい。で、今度は何を。今より小さくなりたいんですって。わけわからん。うわっ。